君は確か結城さんのところの。はい、ちょっと先生に聞きたいことがあるんです。ん？清水恵さんのことですが、先生が診察したんですよね。診察もしたし、死亡診断書を出したのも俺だな。確かに死んでました。その脳死とかあるでしょ？脳死じゃない、心臓死だ。死斑や死後硬直も見られた。ちょっとでも生きている可能性があったら、家族が止めても治療してるよ。じゃあ清水さんが生き返ることは絶対にないんですね。あの状態で生き返ったらゾンビか吸血鬼だよ。今俺は何て言った？わかりました、すみません、変なこと聞いて。君、なんだってそんなことを聞きに来たんだ？それが貧血で始まるということだけだ。外傷はない。まあ虫刺されぐらいだな。村から人が減ってる。突然の引っ越しが多いんだ。村ではまだ土葬の風習が残っている。続く家族と続かない家族があるのは体質の問題かしら。前血の輸血が良かったのか。疫病じゃなかった。